1月28日朝6時36分の相場解説でございます。ちょっとね、喉の調子が悪いですね。喋りすぎたのか、それとも新型コロナウイルスにかかっちゃったんでしょうか。まあ、皆さんも健康にご注意ください。さあ、これはデイリーなんですけども、昨日はウィークリー見ましたよね。今週は売りでいくよっていうことをお話ししました。その一つがこういうふうにぐーっと上がっていったところだったんですけども、これ、ね、窓を開けて陽線なんですよ。で、普通陽線が出たら、まあどっちかって言ったらね、こっちの上の方に行くことを考えると思うんですけども、私はそうではなくて、今回ですね、陽線の中でも下髭がかなり昨日出てましたんで、まあ窓を開けてね、下髭がかなり出てたんで、どうかなと思ったんですけども、1日経ってみるとね、上髭の方が大きいですよね。これ十字になっていて上髭ですよね、この丸の中ですよ。ってことは買いが入ってもすぐ売られてっていう風なね、そんな1時間だったんだろうなと思うんですよ。で、まあこれはデイリーなんで、ちょっと4時間とか1時間見てみないとわからないんですけども、とりあえず昨日1日、そして今日に至るまでの1日デイリーは、まあ買いの方向ではちょっと取れてないですよね。ちょっと4時間見てみましょうかね。私はね、売りでいけると思うんですけどね。まあ4本線が並んでるのはここですね。よし、窓を埋め切らずに、買われたらすぐに売られて、買われたらすぐに売られてっていうことで、まあちょっとこう揉み合ってる状態なのかな。買いと売りが錯綜してますよね。で、窓を埋めるような形にはなってないかなというところ、まあ時間を経てて埋めるかもしれないですけどね。で、移動平均線が3本とも下に向かってるんで、まあ売りの方でいいんではなかろうかと思いますよね。ちょっと N とか W とかは見えてこないですね。で、 A1 時間なんですけども、もう完全にこれは移動平均線から見てもここら辺から売りの流れが来て、組み上げてドーンと下がってきてると。特に窓が開くってことはかなりの勢いで下がってるってことなんですよね。で、こういうふうに山のように、なってるかなと。まあこれがね、 W の右辺が強いを逆さにしたのとは言えなくもないんですけども、そうなるとここを超えた時に大きく下がっていくっていうのはまあ成り立つんですが、それも頭に入れながらね、1時間を見ていこうかなというところですね。まあですので、今日の動きの中でここですか、ここのゾーンをちょっと見てみましょうか。ここが包み足になってるんですけども、包み足ね、わかりますかね、この2本ですよ、包み足を形成してるの、包み足の逆ですよ。これこの青と赤が並んでるのが包み足の逆バージョンで、だから通常はですね、これが窓埋めるんですよ。でもそうなってないってことは、やっぱりね、この全体的な売りの勢力が強いんでそうなってるのかなというところですね。私はだからね、1時間もこのまま売りに向かうと思うんですけどもね、まあ今日しっかりと午前中と午後見ていかないと分かんないですね。はい、本日は以上です。まあ売りでいけるんじゃないかなと思いますけどね。今週は売り戦略です。